はい、今回福岡県の飯塚高校、体験入部ということでさせていただきます。もう飯塚高校最近ではもう選手権も2年連続出場してますし、今年の九州新人も、福岡県代表として、優勝してますし、本当にもう福岡県もう新しい強豪の一角を担うこの飯塚高校、前回選手権前に取材させてもらったんですけど、ぜひ練習来てくださいということで、非常に面白い練習をしているということなので、僕も興味深くずっとタイミングを伺ってたんですけど、このタイミングであえて参加できるということなので、しっかりとちょっと体験させていただきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。今日ってどんなメニューを使いたい？一番きついメニュー。タイ人系ってこと？なるほど。OK、ありがとう。確かにさ、大体。那須さんが想像する上で一番嫌な展開になってしまいましたね。情報収集した。やっぱり。さきついですよ。はい。終わりたいと思います。よし。よし、力。内側は今日はフリータッチで、ポジションのところは複数タッチの後はワンタッチ、向こうのポジションで、最後ハーフコートにボールを置いて、ゴールを置いて88のゲームで、どこに那須さんが入るか、この後チームとしてコミュニケーション。今日は那須さんが練習を体験してもらいます。はい、みんなの中ではユーチューバー那須大輔かもしれんけど、なん先生らとか坂口先生からしたらアテネ五輪の那須大輔やから、言うたら俺らの憧れの選手、俺らテレビで見てた時に日の丸背負って言ってた選手、だからお前らはユーチューバーでっていう感じで思ってるかもしれんけど、今言われている君らに求めている 質的なところ、動き出しの質であったりとか、まあ、この質、パスの質っていうところは学ぶとこめっちゃあるから、だって一緒に練習できたり一緒にサッカーできることは普段ないから、いろんなことを吸収して学びのあるようにしてください。どうもこんにちは。まあ、今から紹介会やったんですけど、まあ、今いろんな高校行かせてもらってます。で、僕も正直
まあ、現役とは違うのでできることっていうのは限られてるかもしれないんですけど、僕の意図としては本当みんながこの世代、本当日本サッカーをこう担っていくこの世代が量だけじゃなくてその質のところで考えて本当サッカーやってほしいし、本当に毎回言わせてもらってるピッチでやるのは誰ですかっていう話を言わせてもらうんだけど、監督からいろんな練習があっていろんなこう提示があるけど、それを自分のものにするのもみんな一人一人だから、結局ピッチで誰がやるんだっていう話だから、そこをもう本当突き詰めてこの世代でやっぱ本当にね、福岡県代表の全国区になって日本サッカーをこう背負っていくみんながもっともっとこう質こだわって、今度はもう世界にとかこの年代でもう圧倒的なものを備えられるぐらいのポテンシャルがあるから、本当にそこを期待します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。行きましょう。セゴー、行こう、こっちを行こう。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 はい。早く、もっと売れ。行こう。行け。スローキするしんどないよ、打ってないから。行こう。はい。行こう、行こう。よっしゃ、ガスは負けんな、お前。お前。行こう。なるご消毒して。ああ。おかしい。5秒目。5秒目。5。28秒。5。ゴー10 1 3 4 20 24 5 6 7 8。次秒数ちょっと遅くなんだっけ。早くなるっす。この2セットが一番大きいです。30秒目。いいや。25分。はい。12で半分なんで。25秒。よし、行こう。頑張るよ。行け。20。ラスト、ラストラスト入りましょう。ラストです。久しぶり。疲れた時に何ができるか。それサッカーなんで。はい。本当に疲れた時に足を止める蹴る。これ疲れた時に本当に何ができるか。うん。久しぶりに完璧ですね。走ってからのレストがかなり短かったですね。はい、シュート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 
前ブレーク前ブレーク それだからさ、走れないと大事な点、うん、その中にボールキープ、あと6秒間ゴール目指してってところで、そうなんです、サッカーってこんな厳しかったんだと思い出します。でもこの強度っていうか、このやっぱ量っていうか、うん、そこが判断、決断、あとはその中段での攻守の
攻撃の形だったり守備の形を自分たちでどうやって作るかっていう、そこのやっぱ判断っていうのが求められる練習だから、うん、本当あのきついというかサッカーのため のきつさ、そうですね、その、うん、全部試合に生きるというかそのまま直結しますね。すごいこのレスト久しぶり、このレスト久しぶりだ。一緒です。オッケー、わかりました。はい。ゴーゴー。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 お前センバのタスク、プレーできない、そこだったら。おらい、おらい、そこそこそこ、はい、待って、はいはいはい、並ぶな、並ぶな、並ぶな、ナイス、おわし、ナイス、はい、これか、はいはいはい、ボランチ、ボランチ、そう、ライド、ボールがここに入ってくるときにどうしてもなんかここら辺で受けるんだ、大体で、ここら辺で受けて別に悪いことじゃないんだけど、ただフォワードからしたらここやっぱフォワードじゃない、これミドルゾーンだから、相手あのミッドフィルダーからしてもすごい見やすいから、だから多分分かってると思うんだけど、この立ち位置をここをこううまく利用するとか、だからあえてもうここあのこのスペース開けて、そしたら守備をこう寄せざるを得ないが、そしたら真ん中開くとか、逆にここまで引いちゃうとか、ローラインに、そしたらこう来るから、そしたらここ開くし、サイドが空いてんだったら自分が少しあえてここにピン止めして外出させるとか、多分みんな分かってると思うんだけど、意外とこの試合の初期ポジションでみんな全然取れてない選手が、やっぱいい選手ってそこが初期ポジションの初期配置のところで立ち位置で自分の空間を見つけるの上手いから、大体の選手がトラップしてこれで剥がそうとするんだ、ラインブレイクのところ、ボールが来ましたじゃなくて呼び込みで多分ラインブレイクできるのよ、大体普通は。なんでトラップして顔上げた時にはもう結構前に行けてるから、体格もあるし外も選択肢あるし、だそこの立ち位置、初期ポジション、ワイドもそうだし、幅と深さが足りないから、だから後ろの空間使えない、中途半端にこうやって、まあ欲しいから中途半端に行けるんだけど、相手がこのまま詰められて、結局ここからあの選択肢なくてバックパスみたいな。だったら三笘選手何がすごいかって、あのやっぱ初期配置のところだよ、あの自分の立ち位置で、だってボールさ、これで裏取れるじゃん。それは何でかって言うと、幅取ってるし、深さ取ってるし、だからここの駆け引きの相手より先手取ってで、これでもう一発で裏狙えるし、だから相手が嫌がって、今度は下がるじゃん。下がるから、今度それを逆手に取って、自分がいい形にして、また仕掛ける。そこの初期配置のこのワイドだけじゃないけど、この中盤のドリーンだって、ちょっとスリーバックをパスするとか、みんながポジションで意識しながら
運動しながら考えてやるっていうのがめちゃくちゃ大事。これからカテゴリー上がれば上がるので、そういうのは当たり前のようにこうできない。じゃあセレクションのパッと入りましたっつって、皆さんシステムを自分たちで決めてくださいってなった時に自分たちでこう動かすしかないから、そこら辺はちょっとしっかりと考えながらやりましょう。サポートサポート、まだ若気ないよ。おー、ナイスキープ。キーパー。オッケー。はい、開いた。開いた。ちょっと動けてきてかな。いや、結構良かったです。ああ、はい、ちょっと動けてきてね。だいぶね。最初、走りは入れなかった。では、最後一言。あ、すいません。ありがとうございました。同じビブスのチームには行ったんだけど、監督がこういう戦術理解の部分だったりとか、なぜそれをしないといけないかっていうことはすごくコーチングで言ってくれてると思う。一番大事なのは、ただそれを自分で消化して、じゃあどうやって立ち位置で先手を取るかとか、もちろんその能力っていうのは、例えばフィジカルやるとかアスリート能力っていうのは上げられるんだけど、ただサッカーで勝ちにつなげるっていうのは、そういう頭で考えるっていうのをやっていかないと絶対に難しい。でそこでいかに相手より先手を取る、守備もそう攻撃もそう、その立ち位置幅とか同ラインに並ばないとかいろいろ言ってると思うけど、それを自分なりに消化して相手と駆け引きして先手やるから、自分のドリブルが生きるし、パスが生きるし、だそういうのを一人一人がもっとやると、すごく高度なことを監督言ってくれてると思う。ただそれをやらされちゃった、自分でしっかり消化してこのピッチで出さないと本当に何も意味がない、じゃないと結果につながりにくいっていう、それが現実になっちゃう。みんなすごいやってることとかだって、少し監督が言ったり動きが変わるじゃん、ボランチが落ちてきたりとか、もうラインブレイクするとその立ち位置を変える、もう本当ちょっとしたことなんだけど、ただ頑張ることを目的とすると、やっぱそれがサッカーの結果につながらないので、だからみんなはそれを言われて消化して結果につなげられるだけのポテンシャルだったり、あとは実際に結果にもこうつながってるじゃん、県で優勝するとか全国で一つでもこう上に行くっていうの着実に来てるじゃん。ただもう一個上に行くにはもっとこだわらないといけないっていうのを本当感じてもらいたいし、まあ、そういうレベルのことを監督が常に言ってると思うから、だからみんなは本当にそこら辺やらされてんじゃなくて、サッカーはきついから、サッカーのためのきつさだから。だから俺も久しぶりにこの、やっぱきつい中で、でも中で判断する。中でコーチングする。それがサッカーだから。中で対人勝つ。中で人を動かすっていう。それがサッカーだ。だからそこら辺をみんながしっかりと理解する。やらされんじゃなくて。そうすると、おのずと声が出てきて。自分からアクションを起こしたりとか、自分から要求したりとか、そういうのが出てくると思う。だからそこを本当に、やってる選手もいると思うんだけど、全体ができるように、本当、頑張ってください。これから応援させてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここ何年かですごくこう結果につながってると思うんですけど、監督の中でどういうものをこう大事にしてるのかなっていうのがすごく気になってて、結果につなげるために逆算じゃないですけど、フィジカルのところの強度とそのミックスした戦術っていう、僕らはもう守備でしっかり走って、フィジカルで相手の強度を奪っていく、もしくは戦術で相手を走らせて強度を奪っていくみたいな、戦術とフィジカルのこうミックスがトレーニングでも試合でもできたっていうのを考えて、多くの高校が参考というか、今までの強豪校っていうのはその何年かの土台があって、
まあ、育成の部分とかいろいろあると思うんですけど、一個一個こう着実にやっていかないと結果につながらない中で、そこら辺がすごく僕も練習やっていっちゃって知りたくて、強度だったり連続性だったりとかすごく勉強になりました。ありがとうございました。また違う日に来てください。はい、またぜひお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、飯塚高校サッカー部、体験入部させてもらいました。今日はあの特に強度が強い日ということで、フィジカルからそのボールトレーニングまでやったんですけど、近年やっぱり飯塚高校が結果を残してるっていうのが、まあトレーニング一つ監督の方から求めているもの、そこから非常に分かりました、理解できました。まあ、本当にこれは鍛えられますし、選手個人としてもチームとしても伸びる、やっぱ厳しさの中にその戦術理解っていうのが多く詰まってる部分があったので、まあ、非常に興味深かったです。やってみて本当に楽しかった印象です。これから福岡県代表として全国でさらに上昇チーム、予感しかしないので、うん、これからに期待したいと思います。はい、概要欄の方に、飯塚高校含めこれからの大会のことを記載させてもらいますので、応援の方もぜひよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。